限定されない記述数学2次関数編の第3回です。今回から演習に移っていきます。で、問題は資料に添付しておくので、先にそれをやってから授業を受けてください。で、演習する際なんですが、記述にまだ慣れてない時は、特にこのグラフ使う時なんかそうなんですけど、ノートの線に結構加工してあるのと、こうちょんちょんって言ってやったりとか、こうなんかこの間にジャジャジャってやったりとか、そのグラフ書くときにこう基準になる点がありそうなのとを使用して、で慣れてきたら、入試本番もきっと定期テスト本番も真っ白な紙が渡されると思うので、慣れてきたらで なるべく真っ白な紙に演習をするように心がけてください。じゃあ問題入ります。まず最初1行目なんですが、1行目で fx イコールこの関数を置いてしまってください。後からこの関数出てくるたびに x 以上うんたらかんたら何回も書くのめんどくさいんで、 fx って置いてください。で、置く。で、その次に平方完成します。平方完成は大丈夫ですね。で、ここから分かるのが放物線の頂点なので、ここに放物線の頂点はなんぼって書くんですけど、最初のうちだけです。最初段取り踏むのに一応ここつけておいてもいいけど、慣れてきたらもうここ頂点ってすぐ書けるし、採点者の人もすぐ分かる、この何のためにこれやったかってこれぐらい分かってくれるので、これは慣れてきたらなくしてもいいです。最初の慣れないうちはなるべく書くようにしてください。で、この問題たまたまそうしたんですけど、これ fx イコール0にしたら、因数分解できますよね。ということで因数分解します。できるやつはします。で、 x が2,3 と出てくるとグラフが一気に綺麗に書けます。で、絶対忘れてほしくないのが、グラフは肥大図のような、まあ、渦になるかもしれないですし、数になるかもしれないんですけど、一体どこにグラフ書いたっていうのを書いてください。私の知り合いで左に図書いたのに渦のようになるって書いてマイナス1点減点された人もいるので、そこもしっかり気をつけてください。はい。で、数より fx は問題通りいくと2から4の範囲で、まあ、頂点がここが、まあ、ここ2なんで、2から4ってだいたいここら辺ですね。ここからここなんで、なのでここが頂点が含まれているので、ここの範囲に、で最小値は頂点になります。で、また、まあ、グラフ書いたらだいたい分かっちゃうんですけど、しっかり文章でも記述しましょう。 F2 が、まあ、0こっち出してるんで、これはそのまま出せないようです。で、 F4 は、式に x イコール4を代入して2と出ます。で、ここら辺の計算かっこ悪いなってちょっと思ったりすると思うんですけど、間違えるぐらいなら絶対書いた方がいいです。何秒かっていう、まあ、10何秒かかっても10何秒なので、私も、大学入試試験本番も全部書く、こんな感じで書いた記憶があるので、まあ、減点対象には絶対ならないですし、ミスらないためにもここは、まあ、不安な人は絶対に書いてください。で、したがって、x イコール4の時に最大値2になります。で、問題で最大値と最小値を求めよって言われているので、問題では最小値から求めてるんですけど、与えられた問題通りの順番で最大値を先に書いて最小値を書いてください。先生によってはあまりじっくり見ないで採点しちゃって、こっち先最小値って書いてるのにこっち最大値書いてると思って罰とか、まあ、あとそこら辺は言えば直してくれるんですけど、まあ、結構そういうミスもあったりするので、聞かれた通りに答えるのがやっぱり誠実な答え方というかと思うんで、気をつけてください。で、2問目に行きます。ででん、ででん、ちょっと白くなりました。はい。
では2問目も同様に、FX イコールと置いてしまいます。絶対に置いてください。これは癖をつけてください。で、さっきと同じように平方完成します。で、これ因数分解できないですよね。パッと見できないんで、もうこれほっときます。なので FX のグラフは数の4になります。数、これ2点しか特定してないんで正確なグラフと言えないんで4になります。で、まあ大体書いてしまって、図より3から5において3はここら辺ですね。ちょっと私もちゃんと計算してないんで上にあるか下にあるかわからないんですけど、まあ2よりは絶対に下にあると、ここら辺ですね。なんでここ絶対3が一番最大値取って5が最小値取るって、もうグラフ書いたら分かっちゃいますよね。ということで FX のグラフは単調現象である、この範囲において単調現象である。これ書いてしまったらもう何もこれだけでいいので、この単調現象とか単調増加とかっていうワードはしっかり記述でも使えるようにしておいてください。で、ここら辺ちょっと曖昧な人は、もう一回基礎からもう一回見直してください。で、これ出してしまったんで、まあ、F3 を計算します。さっきと同じように、まあ、ちま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 計算します。で、F5 も計算します。そしたらもう答え。で、最大値から書いて、最大値はマイナス1で、最小値はマイナス17というふうに書けます。今回、何も変数がない問題を扱ったんですけど、次回は変数があってその範囲が動いたりとか関数自体が動いたりとかっていう問題を扱っていくので、このさ今今日やった2問が基礎になるので、このタイプの問題をしっかりもう問題見た瞬間にもう自分の力で全部サササササって書けるようになるまで演習してから変数の問題に進んでください。では授業終わります。ありがとうございました。